はい、皆さんこんばんは。テレビ東京アナウンサーの中垣翔太郎です。さて皆さん、いよいよこのテレ東ビズ感謝祭残りわずかとなりました。このエンディング、私しか出てきませんが、しかしですよ皆さん、どうか最後の1秒までお付き合いください。よろしくお願いします。ここまで4時間お送りしてきましたが、さらばパンデミック、世界中でビジネスが動き出そうテーマにお送りしてきました。このテレ東ビズ2周年感謝祭、いかがだったでしょうか。本当に幅広いテーマを扱ってきましたよね。皆さん盛りだくさんで最後まで楽しめたんじゃないでしょうか。最後に中垣も楽しんでいってくださいね。よろしくお願いします。はい、さて視聴者の方からですねコメントをいただいているので、ここでいくつかご紹介したいと思います。ああそうですか、ちょっと皆さんコメントが今このタイミングで入ってきてないということなんです。ぜひ皆さんどうかコメントしてください。私はやることがなくなってしまいますというのは嘘ですよ皆さん。最後に実は重要な役割を任されていまして、この2周年感謝祭プレゼント企画がありました。ここで最後のキーワードを私がお伝えします。7文字目はリです。さて皆さんどうでしょう、最後のキーワードリ、今下に出てますけれども、ここまでお伝えしてきたキーワード6つメモはすべてできていましたでしょうか。あの最後の一文字を予想してね、先に配信見終わってしまった方、リじゃなかったらもらえないものがあったんですよ皆さん。リでしたか。ちょっとですね一人喋りってやっぱ結構難しいですね最後に特別に最初の1文字目お教えしますよ。一文字目はみでした。ですからみふん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 りってことになりますね。みふん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 みふんふんふんりこれ以上言うともう答えになっちゃいますからね、やめておきますけれども、今日の感謝祭すべてのセッションをアーカイブでもご覧いただけますので、ぜひ7文字目を集めてですね応募してください。7文字集めてみふん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 りで応募してくださいね。応募方法はこちらになります。はい、検索してみてください。またテレ東ビズの有料会員の方は当選者の中から抽選で10名様にこのビズマルクッション、あちょっと今隠れちゃってますね、持ち上げましょう。こちらビズマルクッションです。ふわふわすごい柔らかい、なんか細かい小さいビーズが入ってるんですかね。なんかちょっと枕にもなるしいいですね。今日私一人ですから相棒として横にいてもらっているんですが、このビズマルクッションを抽選で10名様に、そしてですね30名様にアマゾンギフトカード3000円分をプレゼントします。ちょっとテレビ東京あんまりお金はないんですけれどもね、これかなり頑張った方だと思います30名様にアマゾンギフトカード3000円分、ビズマルクッションかアマゾンギフトカード3000円分、どちらかを選んで応募してください。また会員でない方にもですね抽選で20名様にアマゾンギフトカード1000円分をプレゼントいたします。なお今夜11時59分まではテレ東ビズでキャンペーンを行っています。キャンペーンコードが出ますでしょうか。こちらですね、はい、このキャンペーンコードを入力して会員登録いただきますと8月末まで無料でテレ東ビズをご覧いただけるんです。まだの方ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。無料って大きいですよね。お、ここでコメントをいただいています。ちょっとご紹介しましょう。背景が綺麗だ、あーいいですよね夜景、ちょっとロマンティックだな。それを見ながらこのクッション使って一眠りなんてなんか変な汗かいてきましたねオープニングとえらい違うな。アマゾン一件、はい、1回2000円くらいで、ええ、お金なくてやっぱり1000円でした、フロップが間違ってました。あ、
そうなんですね、失礼いたしました。会員でない方に抽選で20名様に Amazon ギフトカードがですね、2000円分と表示されてしまっていたようです。失礼いたしました。正しくは1000円分を出てますね、 Amazon ギフトカード券1000円分を20名様に。ちょっとですね、すみません、テレビ東京やっぱりお金がなかったようです。勘違いでした。あ、もう変な汗が止まりません。失礼いたしましたテレ東ですね、これぞテレ東という感じでした。失礼いたしました。はい、そしてここでもう一つお知らせがあります。明日7月1日の朝9時からモーサテサタデーのライブ配信があります。通常はモーサテプレミアム会員の方しかご覧いただけないんですけれども、明日は特別にテレ東ビズベーシック会員の方もなんと無料でご覧いただけますので、この機会にモーサテプレミアムのコンテンツぜひご覧ください。そしてもう一つお知らせがあります。この後午後11時から WBS では WBS NEXT のコーナーのゲストにドワンゴの創設者川上信夫さんを迎えまして、今注力する教育事業などについて直撃いたします。さらに放送後の午前0時過ぎからは WBS NEXT プラスと題しまして、番組で収まらなかった川上流教育改革についてライブ配信で詳しく深掘り解説していきます。詳しくは概要欄の一番下に記載しておきますので、そちらをご確認ください。なおこちらはですね、会員限定のライブ配信になりますので、今夜11時59分までですね、もう2時間ないですね皆さん。11時59分までにキャンペーンコードで会員登録してもらえますと8月末まで無料になります。皆さん無料です。ぜひこの機会に11時59分までに登録してみてください。ありがとうございます。またコメントをさらにいただいていますね。残業代ももらえるように頑張って。頑張りますよ、実は今日残業代発生しております夜遅くまでありがたいですね。あ、歌うまい人だ、ありがとうございます。一節ですか、いいんですか、これ歌って大丈夫ですか、ちょっとだけなら。お、ではいきますよ。 You raise me up soCan stand a mountain. You raise me up to work on stormy seas. 男性と女性と、これ知っていてくださったんでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。拍手いただきました。あ、チャットコメント欄早く読んでというような、カンペもありました。ですね、ビズマルクッション欲しいな。これ本当に柔らかいんですよ。なんかいいですね。リラックス。ちょっとなんかストレスがあった時に揉んでみてもいいかもしれないですね。あんまりストレスないですよ、心配しないでくださいそして半減した、半減した、何が半減したんでしょうか。え、プレゼント、あー、 Amazon のギフトカード、失礼いたしました。本当にもうそこからですね、私汗が止まんなくてですねやっぱりお金がちょっと厳しかったんだなというテレビ東京でございました。はい、でもですね、まだ当たるチャンスありますからね。1000円でもやっぱり大きいですよね。お、そして中垣さんはテレ東ビズをどう活用していますか。私今 WBS ですね、月曜日火曜日そして木曜日と担当しているんですけれども、やっぱり担当していない曜日をオンタイムで見られない時もあるので、そういった時は結構見てますね。お、歌うめ、ありがとうございますアナウンサーになってからですね、まあゴルフ実況、スポーツですとか、あと報道もやらせていただいているんですが、実は歌も何度か歌わせていただいておりますいつか WBS とかモーサテのテーマソング歌えたりするのかな、しないのかな。これはなんかスタッフさんがちょっと失笑が起きているような気がしますねあ、本当にありがたいです。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。テレ東ビズはですね、これからも経済ビジネスに関する最新ニュースや深掘り解説をお伝えしていきます。新しい企画もどんどん配信していきますので、どうぞご期待ください。ここまでですね、4時間にわたり生配信でお伝えしてきましたテレ東ビズ2周年感謝祭、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。さよなら。しまらない。さようなら。
もう寝る時間です。